さあ、ラッセル会の3億点目動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は今年一発目の軍団戦ダイアリーをお届けしたいかなと思ってるんですけど、久しぶりにね、JP 対決となりました。なんで相手軍団さんの名前やレベル、あと白番等はですね、伏せてお届けさせていただこうかなと思っております。そしたら早速ですが始めていきましょう。はい、第一出世ですね。JP で準優勝経験者の方ですね。一応フレなんですけど、練習はね、まあもちろんせずに、出世させていただいております。大外囲ってんのか囲ってないのかようわからん陣形になってますね。で、援軍は弓騎兵が25入ってるっていう感じですね。で、左右で、文王主君にして、下から周囲ですね。で、上天衣という形になってます。それで天衣側の塔がかなり壊れてくれたらという感じなんですけど、どうでしょうかね、残ってますかね。あ、1塔残ってますね、放出塔がね。これを、両方とかで壊していかないガンわけなんですけど、主君がどんだけ頑張るかですね。下の主要施設というのは周囲が壊してくれましたね。左も、文王が頑張って壊してくれてます。まあまあいい感じで進んでますよね。で、これで放出塔が2基残ったんですけど、これ両毛で壊しそうですよね、固まってるんでね。で、こんな感じで両毛出したんですけど、これね、そうそう行くんですよ。ちょっと早かったんかな、タイミングが。けどもういけるかなと思ったんですけどね、やっぱり時間が足りなくなるっていうのがあるので、慌てすぎたかな。いやけどな、いけたと思ったんですけどね。これで曹操にかかってしまったので、塔自体は壊れたんですけど、その今残ってる諸葛深度とかね、金古代、こういったのも壊れてたと思うんですよね。下手したら主君も倒せてたんじゃないかなという感じです。これであれあれあれ、ちょっとおかしなってきたぞという感じですね。旅門を出すまではまあ悪くなかったんですけどね。で、自爆が五雷奉仕射撃ですね。五雷が残ってますね。で、これぐらいの硬さの方になってくると、旅毛が死んだ段階で 70% 台や言うたらね、もうはっきり言って絶望的なんですよね。で、まあどこまでいけるかちょっと見てみましょうか。はい、全然これでいけおりませんよね。なんでこのやっぱりね、旅毛ですね、これは旅毛につけると思います。旅毛が曹操にかかりさえせんかったら、そうですね、5割6割ぐらいの確率で3枚取れてたんじゃないかなと思うんですけどね。まだスランプ続いてんのかなこれね。そしたら次行きましょうか。はい、第2出世です。妖怪吸収ですね。なんで両毛で城は落とせる形ですね。で、援軍つって右分をで、下主君で、左上ぐらいから周囲かな。塔関係は上にガッと固まってる感じがしますね。まあ下にもあるんですけど、左右に少ない感じになってますね。なんで上かを厚く壊せるような、まあ、出し方というのをしたつもりではあるんですけど、これ上の射撃塔があんま壊れていってないですよね。なんでここはトラでフォローですね。かなり寝返ってしまいましたね。ただ、周囲が上に流れてくれたので、この上の射撃と壊れるかな。はい、壊れましたね。これで勝負ありですかね。割と綺麗に壊れてってるんじゃないかなと思います。で、白も落ちましたね。せっかくのお高でなかったんで、旅毛で落とせるかなと思ったんですけど、旅毛すら不要だったという形ですね。これは決まりましたね。で、もう 90% 超えてるので、旅毛をまあ施設壊せるであろう位置から出して、で、同時にトンコヘも出してます。これはまあ時間短縮ですね。あまり意味はないんですけどね、軍団戦なんでね。3分目いっぱい使って取ってよかったんですけど、こんな感じでまあ旅毛が死ぬ前に、全て施設が落とせたという感じになってますね。3枚取れてよかったと思います。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、第3出世です。はい、刀順で釣れると思ったので刀順で釣りました。で、左上文王で、右上主君で、
どういくかな、下転移出してターゲットを引きつけさせて穴開けて中に入れて、で周囲ですね。でこの上のこの2頭ですね、これを虎で壊したいなというところなんですけど、うまくいくでしょうか。はい、店員がもう壊してくれてますね。この展開は楽ですね。こうなってくれたら楽なんですよね。で、表意台とかのターゲットも店員がしっかり引きつけてくれたので、周囲が割と長生きしてますね。もう一発くらい打つかな。ノータカも発動しました。あー、主君のスキルでちょっと封印されたせいで、宝刀が1機残ってしまいましたね。ただこれは旅網で落とせるんじゃないかなと思います。で、とりあえずもうノータカが発動してるので城を確保しましょう。で、もうすぐ宝刀にも行きましたね。これで、もう破壊率も90近くいくんじゃないでしょうか。で、もう同時にこんな感じでトンコヘ出して、自爆の施設っていうのをトンコヘ1体で壊すと、これが結構大事ですよね。コストを、まあ、節約するという形ですね。もう1機の初夏振動は無理かな、これね。無理でしたね。で、クルクルが、一応解除できました。これは相手防衛武将に周囲がいなかったからという感じですね。周囲の代わりに劉備がいる感じですね。やっぱり、二強周囲セットだと鬱陶しいんですが、片方だったらクルクルが なく解除できるので、リョモが生きるなという感じですね。で、時間をゆったり使って、天下も結局使わなかったかな。天下使っとりゃあと1秒ぐらいは早くなったんじゃないかなという感じですね。調子が出てきましたね。そしたら次のリプいきましょう。はい、第4出生です。壁はあんま濡れてない感じかなという感じですね。で、左分をで、右下四分ですね。で、転移で表以外のターゲットを引きつけて、四分には右上に流れてもらって、上から、周囲という感じですね。で、転移ドーンといって、左下ですね。左下の射撃塔を文王は壊しきれるかというところですね。虎で行ってもよかったんですけどね。右は綺麗になくなりましたね。で、主君が相当長生きしそうだなという感じですね。はい、いい感じですね。これで、文王が流れて、月へいるのか。ただ文王はあんま月へは怖くないんですよね。やっぱりダメージ無効が9回ぐらいあるので、月への車ではほぼノーダメということが多いですね。やっぱり月へなんぼ強なった言うても、防衛ではやっぱりいまいちかなという気はしますけどね。あまり怖さを感じません。地上やってる人はどうなんでしょうね。はい、ノータカも発動しました。はい、こんな感じで車丸々食らっても全然生きてるんですよね、文王はね。買ってしまいましたね。あ、相打ちか。で、旅網でも後ろ直取りして2枚は確保ですね。で、こんな感じで奉仕がこれ、月影でが死んだ時に湧いてるんですよね。これはね、結構ややこしい要素だと思います。この奉仕を結局処理する方法はしっかり残しとかなかったら後々困ることはあるかもしれませんが、早い段階だったのでまあ問題なかったかなという感じですね。なんで今回は1枚1回3枚3回ということになりました。なんか以前に戻ってきたかなという感じはするんですけどね。ただ奪還です。もう奪還が決めれんかって意味がないんですよ。削りはね、結局僕が仮に一切出世しなかったとしたって、まあ全部の都市を削るぐらいのことはうちの軍団もできるんですけどね。やっぱり奪還を決めんと意味がないということなんで、奪還頑張ってまいりました。見ていきましょう。はい、奪還です。防衛施設はこれカンストかな。流砲まで綺麗に、貫通してる感じですね。で、左下文王で、どういったっけ、左下周囲ですね。一番行きそうなところから出したという感じですね。で、転移と、四君ですね、同時に出して、で、転移で表意台のターゲットを引きつけると。で、こういう出し方したらね、結構この四君に性能子がいらんかったりするんで、これ結構悪ないかなという感じはするんですけどね。で、この左上の塔、おお、2つ壊れましたね。これでなんかベチャベチャ楽になったなという感じはするんですけど、ただね、主君は早死ん、失礼、
周囲は早死にましたね。やっぱり煉獄憑依5雷ぐらいにかかったかな。こうなったら結構しんどいですよね。あとはこの文王がこのホースト塔を、はい、壊しましたね。これで、城の右上の、ホースト塔ですね、これだけになりました。これは両毛で壊せるなという感じですね。でまあ城をちょっとでもえぐりつつという感じですね。ん？なんでこれ？え？なにこれ？リョーマがスキル打ちませんでしたね。なんじゃこれ？リップがおかしいのかな？こんなことをした記憶はないんですけどね。これ3枚取れんでしょこれ。あらー、これ悔しいな。せっかく硬い方から3枚取って奪還決めたのに、ちゃんと見えなかったですよね。ただ、リョモまでは僕の記憶通りだと思いますので、リョモが出るまではリップ間違ってなかったと思うんですけど、リョモがスキルもし今の状態で打ってたら3枚取れたであろうことは想像してもらえるんじゃないかなと思うんで、まああえてあんまり弁解する理由もないんですけど、これ取れたんですよね。久しぶりに奪還3枚取れて嬉しい、やったぜっていう感じで、今回の軍団戦隊よりもウキウキで作ってたんですけど、まさかこんな終わり方ある？くっそ腹立つな。もうリプチャートしてくれやほんま。もうそしたら今週のベスト奪還見ていきましょう。はい、今週のベスト奪還はポロリさんにさせていただきました。特に理由はないんですけど、そのまあ一番最後にね、こう一番緊張する場面での、奪還成功、しかも3枚ということで、まあお見事だったなと思ったので、選ばせていただきました。で月影はこれ下ですね。割とマズロさんのリップとか他の方のリップとかを見てると、左とか右から出すケースが多いんですけど、この陣形どう見てもなんか上にがっつりこう施設、あとまあ防衛部署なんかも固まってて、まあ下から出したら長生きするであろうなというのはこのポロリさんの判断でしょうね、これね。で、上の塔はちょっとこれ壊しにくそうな気がするんですけど、転移でいくかな。はい、転移を出して表意台のターゲット、あ、壊れましたね表意台ね。で、その、あ、なるほど、転移と同時に周囲出して上からの施設を壊しにかかったという感じですね。で、これ月影まだまだいきそうですね。これは A 位置から出したんじゃないでしょうか。やっぱり肩にはめるんも大事なんですけど、こう臨機応変にね、左右以外から出すというのもね大事になってくるんだなというのがよくわかるリップなんじゃないかなと思います。胞子が湧いてますね。これをほったらかしにすると問題なんですが、気づいてますかね。はい、ちゃんと気づいてますね。寝返りましたね。鬱陶しいなこれ。天下使った後寝返って鬱陶しいなこれ。うわこの寝返りは嫌やな。もういいとなりますね。もうどんだけ裏切んねんってなるんですが、こんな感じで3枚取れております。ポロリさんお見事でございます。そしたら今回うちの軍団が3枚取ったリプというのをですね見ていきたいと思います。
私がプレゼント。チャンネル登録を。
はい、いかがだったでしょうか。今回はアンディさんと、吉田さん、この方はあのポロリさんのメインの赤ですね。この2人の3枚取ったリップっていうのがまともに見えなかった感じですね。僕のリップと合わせて立て続けに3つぐらい見えなかったので、おいおいどないなっとんねんと思いましたが、その後は割と順調に見えたかなという感じですね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。